メスティックカメラですけれども、先日、5本120円で落札しましたレンズありましたよね。で、あのうちトキナーのレンズ、トキナーの 3505mm ってやつがミノルタ SR マウントだったんですよ。で、これなんですけどね、これ今ソニーの NEX5T っていう APS サイズのミラーレスにつけてますが、フィルム時代からこの 35mm105mm とか 35-70mm とかね、この標準ズームっていうのがどうも苦手というかね、使いづらい、非常に難しい使うのが、これ寄れないでしょ、これ1メーター60ぐらいまでしか寄れないんですよ、35ミリ側でも。で、おまけに暗いでしょ、 F 値がね。で、そうすると背景がぼけない、特にフィルム時代ね、感度が低いですからね、フィルムの感度なんて、まあ400とかね、せいぜい800とかね、難しかったと思うんですよね。標準ズームって初心者用に売ってるような顔をしてね、実は一番難しいレンズを売ってたんじゃないかと思うんです。ところでですよ、このトキナーの 35-105mm っていうのは、なんかカメラ評論家の方々に結構絶賛されてるような記事が載ったらしくて、リチャード・クーさんって経済アナリストですかね、カメラマニアで、なんだっけ、東ドイツカメラの全貌とかいう大きな書物も出しておられますよね。もうそのリチャード・クーさんが褒めていたりとかね、なんか他の方も褒めていらしたりするんですよ。で、その記事によると、このレンズはまあ廉価版のレンズなのにもかかわらず、ザイスが使っている高価なレンズを使ってるんだっていう話なんですよね。本当かなと思って、で、せっかくまあこの安値で買ったので、ちょっといっぺん撮ってみようと。で、撮るだけじゃわからないので、ちょ、比較にね、同じスペックの、これはニコンの 35-105mm ですね。で、これとまあちょっと取り比べてみようかなと。まあ、最近雨が降って全然撮りに行けてないので、そこら辺でパパッと撮ったやつでちょっと比べるだけですし、だいたいそもそもこの古いカメラ使うんですよ、ソニーの NEX5T APS-C サイズのね。まあ、大した比較にはなりませんが、まあ、どんなもんかなと、やることないんでちょっと撮り比べてみましたというこの動画です。ちょっと撮ったの見てくださいよ。使用したカメラはソニー NEX5T、 ホワイトバランスはオート、絞り有線 AE で撮っています。すべて自然光で撮っております。まずこれですが、左がトキナ、右がニッコールですね。これは望遠側 105mm で撮ってます。絞りは開放。これがですね、意外にもトキナーの方がこうカリッと映ってますよね。コントラストが高いっていうかね、ニッコールの方が少し甘い感じがしますね。で、次がこれは 5.6 まで絞っております。左がトキナー、右がニッコール。ちょっと絞っただけでニッコールは急にシャキッとしますね。これは明らかにニッコールの方が画質がいいっていう風に判断できるんじゃないでしょうかね。次はこれはトキナですが、約 75mm あたりの焦点距離で撮っています。絞り開放です。この手前のブロックのザラッとした表面を結構よく捉えてますね。ボケはやや2000ボケというかね。こちらはニッコールです。あんまり変わらない印象ですけれどもね。でも、これをですね、比較すると、これ比較すると分かるんですが、これは開放で撮っているんですけれども、トキナーの方が
つまり画面の左の方ですね、トキナーの方がやはりカリッと映ってるんですよね。この手前のブロックの表面とかね、ボケ味は両方ともまあ大したことないと言えるかな。けどちょっと驚きですね、開放でトキナーの方が優秀っていうのもね。これは望遠端の 105mm で撮ってます。絞りは開放、これはトキナーですが、やはりこれで見てもブロックの表面をよく捉えてますよね。でこちらはニッコール、こちらもまああまり変わらない印象ですが、こう比べてみるとね、左がトキナですが、トキナの方が明らかにコントラストが高いのかな。こうブロックのザラザラ感というのかな、これをよく捉えてますね、トキナの方が。ちょっと驚きました。このトキナの方は1980年発売ですかね。でこのニコンの方は1983年発売で、まあ大体同じ時期の発売ですよね。まあどちらともそんな高いレンズではありません。廉価バンドレンズですよね。で取り比べた結果ですけれども、まあ同じようなもんですけれど、なんかよく見ると意外とトキナーの方が健闘しているというかね、そんな感じがしました。開放から結構シャキッとしているのはトキナーの方ですね。まあサイズと同じレンズを使っているのかどうか分かりませんが、まあまあいい感じのレンズじゃないかなと思いましたね。でネットでの評判では、まあ、結構甘い描写だとか書かれているんですが、確かにその通りなんですけれども、この同じ時期のこのニッコールもまあ開放では結構甘いんですよね。で比べてみて初めてわかるんですが、まあ意外と健闘してますね、トキナはね。ちょっとびっくりしましたかね。ただね、まあ古いレンズですよ。今からもう40年ぐらい前のレンズですから、まあ個体差というか経年劣化でね、新品の頃とは性能が違うでしょうしね。まあそれをこんな風に比べてみてもはっきりしたことは言えません。まあ、大体の印象ですけれどね。まあその大雑把な印象のに過ぎないんですが、意外といいかもしれない。ひょっとしたらネットのそのいいレンズを使っているという噂も本当かもしれませんね。まあそういう今回は動画でした。雨止むといいですね。